Guten Morgen aus Deutschland。 小石のつぶやき、ホントポンク。今回の動画は前回の動画の続きです。本日は鉄道の旅を楽しんでまいります。本日のオドイツ・デュッセルドルフの最高気温は8度だそうです。今もうお昼に近づいてきているんですが、気温は3度。なかなか寒そうですね。予報を見てみますと、天気は良さそうで、こちらにも Meist Sonnig って書かれていますね。街歩きをするにはいいかもしれません。残念ながら明日以降はなんか天気が悪そうなので、今日天気が良さそうということでラッキーですね。それでは出発してまいります。これから街へ繰り出します。今映しておりますのは、今回僕が宿泊しておりますベストウェスタンアンバサダーホテルです。このホテルはデュッセルドルフ中央駅から非常に近いホテルとなっておりまして、宿泊するのは僕は今回初めてなんですけれども、立地がとてもいいので気に入っております。今回僕は来てから知ったんですが、デュッセルドルフという街がメッセ開催期間中ということなんですよね。メッセというのは国際展示会のことなんですけれども、世界中から多くの方々が商談などで集まる大イベントですね。そのメッセの内容であったり、街の規模によってホテルの予約が非常に難しくなったり、普段格安のホテルが超高額になっていたりするわけなんですね。で、僕は今回ギリギリでメッセ期間かどうかの下調べもせず、さあホテルの予約でもするかと思った時に、他のホテルが恐ろしい値段でびっくりしてしまいました。ただ先ほどの僕が今宿泊しているホテルに関しては非常に良心的な値段が出てきまして、予約をすることができました。ラッキーでしたね。おそらくメッセが始まるちょっと前の段階で予約をしていたら非常に高額な料金の表示になっていたかもしれません。さてさて、僕がボソボソ独り言をつぶやいている間に中央駅に到着しました。近いですね。これから切符を買って鉄道の旅を楽しみます。ではチケット買ってまいります。デュッセルドルフからケルンに行ってまいります。で、日本語ではケルンなんですが、ドイツ語の発音ではケルン、 K-O-Umlaut-L-N ですね。先ほどは目的地のケルンとスペルを打ちまして、そこから料金を呼び出しました。片道で11ユーロ90セントです。で、今回のチケットはご覧いただきますと、Nur gültig mit Entbehrter Aufdruck とありますので、打刻が必要となっております。早速これから使いますよという打刻をしてまいります。打刻の機械に関してはだいたいこの券売機の近く、またホームに行くところにあります。あら、ちょっとこの赤く光ってるのでここは使えなさそうですね。ここで打刻しましょう。はい、無事に打刻できました。デュッセルドルフからケルンに向かう列車はいくつか本数がありますが、僕が今回利用するのは4番線の
空港行きの列車ですね。で、何やら注意書きが出てますね。Nächster Halt Köln Messe ドイツって書かれてますね。まあ、僕は今回ケルンメッセ駅で降りる予定なのでちょうど良さそうですね。2階建てのこのようなかっこいい列車に乗ってまいります。せっかくなので2階席にしてみましょう。この列車には足元に電気コンセントがありますね。携帯の充電もここでできそうです。出発。ドイツ駅に到着しました。ちょっと今日は珍しいホームに到着しております。さてこれからおドイツの観光名所の王道中の王道ともいえるケルン大聖堂に向かってまいります。ケルン駅というのはここじゃない方が近いんですが、僕があえてこのケルンメッセドイツ駅で降りた理由は、天気がいい時はもう本当に歩いて行った方が素敵かなと思える眺めがありますので、そちらを放送いたします。本当に歩いて行ける近い距離なので、ぜひぜひ歩いてみてはいかがでしょうか。まあ、どれだけ近いかはこの動画をご覧いただけますとイメージがつきやすいかなと思われます。はい、駅を出ました。非常に美しいおドイツの建物っていう感じの駅ですね。ではここから素敵な眺めの方向へ向かって歩いていきます。駅を出て西側へ進んでいきます。もうすぐそこに橋がかかってますね。ライン川が見えてまいります。名所の景色が見えてまいりましたよ。今木で少し隠れていますが、大きな塔が2つご覧いただけるかと思います。それがケルンの
大聖堂ですね。もっと近く綺麗に見えてまいりますので、このまま進んでいきますね。今右手に鉄道の鉄橋が見えるかと思いますが、その横に歩道があります。なのでこの橋を歩いて渡ることもできます。さて、この鉄橋には数多くの南京錠がつながれております。ここにはカップルの名前が書かれてありまして、ここに施錠して鍵をホイーとこのライン側に投げます。するとこの南京錠は開かなくなりますよね。ということで2人の愛はずっとつながったままですよ、というような願いが込められているようです。僕はその話を聞いた時にふーんって感じだったんですけれども、なんかいつか自分もやりたいなと思ってしまった時期もあります。それにしても数がすごく多いですよね。これ実は重さの問題で撤去するかもしれないっていうようなお話が上ったほどです。でいろいろ問題がありまして、今可能な限りは残っているようなんですが、何せこの鉄橋は線路が見えますように、鉄道の鉄橋でもあるんですよね。なので重さでいよいよ問題になるというようなことになれば取り外されることもあるかもしれませんね。もう本当にいろんなところにこんなちょっと違うところにもつけられたりしてますね。ケルンといえばケルンの大聖堂が非常に注目されがちなんですが、こちらの建物ゴース・ザンクト・マーティン、こちらの建物の方が築年数でいうと古い建物となっております。美しい教会ですね。橋を渡りきり対岸にやってまいりました。もうすぐそこがケルンの中央駅ですね。そして大聖堂がこのように綺麗に見えてまいりました。ケルンは中央駅のすぐ隣に大聖堂があるんですよね。駅前世界遺産なんですけれども、世界の車窓からごっこをしながら鉄道の車窓をずっと眺めてみると、ケルンの大聖堂がどん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 近づいてくるんですね。なんかその初めて鉄道の車窓から見たケルンの大聖堂の風景は未だに忘れられないですね。本当に感動的でした。さあだんだん近づいてまいりましたよ、はい、大聖堂のふもとにやってきました。もうここの角度から見ると大迫力ですね。ちょっと中央駅から出てきたバージョンも見せましょうか。こちらケルン中央駅です。エシチュルシュバッサン、わー。ということでこれからケルンの大聖堂に向かいます。ではケルン中央駅からのケルン大聖堂の眺めを見てまいりましょう。鉄道で中央駅に降り立ち、西側の出口を目指します。はい、駅を出るとそこにはうわお、圧巻の大聖堂があります。で、まあ僕がやると相当しらじらしいんですけどこんな感じで見えます。楽しんでいただけましたでしょうか。それでは大聖堂の中に向かいます。中央駅からもう本当にこの距離ですね。
おドイツは結構名所が激しく工事中だったりします。結構古い建物なのでメンテナンスが必要なのかと思われますが、入り口が封鎖されてたりとかっていうのはよくありますね。なので別の入り口から入ってまいります。荷物検査がありそうですね。実は上に登ることができます。登り方そして入り口なんですが、ドームのすぐ隣にある こちらですね、トゥルムベシュタイ群。一旦地下に潜ります。そこでチケットを買って上に登り詰めていくというものです。大人は5ユーロですね。階段が533段、カインアウフツーク、エレベーターはありません。ではチケットを買いましたので早速登ってまいりましょう。ではここからがようやく本物のドームの階段ですね。僕はもう何回か登ってるので知ってるんですが、ビデオで撮るのは初めてなので、ぜひぜひケルンの大聖堂、登ったことない方は登ったつもりでご覧ください。ここは人がすれ違える広さなんですが、だんだん狭くなってきます。詰まってきましたね。降りるときに内側の方が足が踏み外しやすそうで怖いですよね。なので上りが内側、つまり右側通行を徹底すればいいかもしれませんね。なんかいろいろ文句言いながら降りていく人もいらっしゃいましたね。これで半分だそうで、もうこれで半分かやってらんねえみたいな感じでおっしゃってましたね。せっかく入場料も払いましたんでね、僕は最後まで登りますよ。なんか喜びの声のようなものが聞こえましたが、あ、ようやく一段階登りきりましたね。
まだ先はありますが、一旦ここで休憩ができますね。いやー、ずいぶん高いところまで登ってまいりました。